はい、どうもゆうたです。今回は茂原サーキットに来ました。今シーズンはサーキット6回目なんで、まあちょっとね、恵比寿次回行こうかと思ってたんですけど、ちょっとね、地震の影響でね、ちょっと今難しい状況なんで行けないんで、ちょっと今シーズンは最後になると思うんで気合い入れていきます。で、茂原サーキットって僕2回目なんですけど、前に来た時は2年前で、265の RS4 履いて、で足だけ変えてる状態で50秒フラットだったんで、まあ、今回はねちょっと48秒ぐらい出したいなっていうのはあります。で、前の動画でも言ったんですけど、本庄で戦った川本さんも今日来てるんですけど、なんだっけな、ロアハムかなんかのブッシュかな、なんか抜けちゃって今日ね走れないみたいなんで、ちょっとねバトルできないんですけど、エボテンで借りてきてるみたいなんで、ちょっとね、まあライバル車ですよ、エボって言ったら。で、まあ茂原は結構軽い車速いんで、今日 S2 のカン君もいるんで、ちょっとどれぐらいみんなタイム出るのか楽しみなんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。今シーズン6回目の走行会で、タイヤの、まあ、摩耗具合はこんな感じですね。こんな感じ。まあ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 、こんなもんかなっていう感じですよね。とりあえず1本目行ってきますけど、茂原は結構遠赤高いし結構使うんで、ちょっとね足とか壊しちゃいそうなんで、ちょっと熱くなっちゃうんで、ついつい走りちょっと抑えながらね、車壊したら元もこうもないんで、ちょっとまず無事に帰ってくることをね、頭に入れて、まあ、まだ1本目なんで、ちょっと軽くアタックしていきます。うるさいなこれ。あ、またシートベルト締めんの忘れちゃったー。くっそー、やらかした。
だっけ、モバラって。乗ると全然トラクションかかんない。ちょっと暴れさせちゃったから全然多分ダメだね。そういえば1本目のタイムはというより、見てください、このモバラのね、あの牽引してくれるやつ、めちゃくちゃユニークなシールがいつもいますよね。面白い。でね、タイムは49秒3でしたね。はい。意気込みを。早く終わらせて二郎系のラーメン食いに行きたいです。おひろたん、しっかりやれよ。はい。Thank you.
早いよ。48秒台入ったね。ちょっとね、あの我慢を覚えた。ちょっとあのアクセルオフして入ってった方が早い、ちょっと我慢した方がいいところがちょっとね分かったんで、それで伸びたね多分。あと3速使ってたとこを2速にした感じかな。まだ伸びるかなっていう感じですね。はい。お昼はカツカレーでーす。
楽しい。楽しかった今。全然吹けなかった。パワーないです。ドドンパより怖いわ。ドドンパ乗ったことないけど結構雑だからね、あの運転が。俺結構あの大したもんだと思います。あんだけ横向いても制御してたんで。あれはちょっと自分にはできないですね。いや大したもんかったてな感じです。はい、走行が終わりましたよ。
で、最終的にベストは48秒848で、まあ A クラスで一応ね1位でした。トロフィーもらいました。かっこいい、嬉しい。でね、あとね、コネのね、あのメカニックグローブっていうのかな、もうね、もらったんで、これ使ってね、車いじりたいと思います。はい。で、私はですね、今日はランサイボリューション10に乗らせていただきまして、2の49秒2でした。ワン、ツー、スリーと、ワン、ツーと全員50秒台切った感じでと思わせときながら、カン君何秒でした？50秒042。あっ、あちゃー、ようやくね05に借りときながら、そう、05に借りたら47秒出さなきゃダメな感じ。確かにそうです、ね。まあ、正直なところ僕の腕で49秒か、まあ、8秒は入れたいようなぐらいの感じ思ったんですけど、全然車を乗りこなせない。なかなかね。ようやく慣れてきたかなと思った時に雨。雨ね。雨が降ってきちゃったんで。ちょうど雨。まあ、今回雨のせい。そうだ。すべては雨のせい。雨のせいなんで、また次リベンジして。そうだね。僕は次日光なんで。あ、頑張ってください。っていう感じで以上です。あと、そういえば毎度おなじみ終了後の温度確認。112.3 8.5 1.7 98ぐらいでした。